この王宮も変わらんな。いや、幾千を数えるエルステの歴史の前に10年程度では刹那にもならんか。黒岸さんはここに来たことがあるんですか？私も半分ここで育ったようなものだ。オルキスと共にな。そうなんですね。ここで黒岸さんとオルキスちゃんが。この中は人の気配がするな。帝国の連中がうようよいるみてえだ。それでオルキスちゃんはこの王宮のどこにいるんだ？さすがにそこまではわからん。くまなく探すしかないだろうな。まだ郷愁に立ち止まる余裕はなかったな。進もう。まずはこちらから探すぞ。どうした？急に立ち止まって。あの辺り、そこで私はよく彼女と一緒に本を読んでいた。オルキスは落ち着きがなかったからな。私と一緒に本を開いてもすぐに飽きてしまって、それを見かねて女王陛下がオルキスを捕まえて私の隣に戻すんだ。それでもやっぱり彼女はすぐに飽きて外で遊ぼうと私を誘って。見つけたぞ、侵入者め。貴様ら、ここをどこだと心得る？貴様こそ、ここがどういう場所か分かっているのか？ここは私と彼女と、あの方々の場所だ！何も知らないゲスが、土足で踏み荒らしていいような場所ではないぞ！貴様何者だ？何を知っている？貴様が知らぬ全てだ。その全てが私の思い出なのだ。それを踏みにじった罪、貴様の命であがなってもらうぞ。おしまいだ。この建物、時々すごく懐かしい匂いがするんです。絶対に知ってる匂いが。懐かしい匂いだ？ってことはルリアもエルステの出身なのか？そうなんでしょうか。私もこの王宮に？残念だが、それはない。黒岸さん。確かに人形とルリアは似た能力を持っているが、その本質は全くの別物だ。現象として同じように見えるものの、そもそも能力の原理からして二人の能力は別のものだ。じゃあ私は？エルステの出身ではない。
それだけは確かだ。そうですか。しかし、それでいくと黒騎士、貴殿は二人の能力の正体を分かっているのか。少なくとも人形の方の能力については大体の見当がついている。あら、面白そうじゃない？聞かせてもらえるかしら。考えれば分かることだ。まず、そもそも星小獣とは誰に作られた？星の民でしょ？だから星小獣って言うんじゃないの？おおむね正解だ。そもそも星小獣は何者かに使われるために作られたのだ。星小獣を使うことのできるものが存在するのは決して不自然なことではない。でもそれって星の民しか…じゃあまさか…結論をせくな。オルキスの母君はエルステ王国最後の女王だ。エルステの王族は数千年前から続く血筋であり、その系譜は星の民襲来以前まで遡る。つまりオルキスは少なくとも半分は絶対に星の民ではないということだ。半分はってこと？じゃあその残りの半分が？そうだ、オルキスの父君は星の民だったんだよ。白雲戦争の生き残りの名。つまり彼女は星の民と空の民の根結なんだ。そのような存在があり得るのか？相手は別の世界の存在だぞ。あり得るらしいな。ただ当時のオルキスは星の民としての力など使えなかった。星小獣を使えるようになったのはおよそ10年前、彼女が人形になってしまってからだ。オルキスがあんなことをできるのにはそういう経緯があったわけね。心と未来を失って代わりに得た能力と見るべきか。高すぎる代償だな。神の一つや二つ操れたところで彼女の未来には変えられないというのに。たく、頭の痛くなる話だぜ。白雲戦争の生き残りって、あれは何百年も前の話だろ？生き残りの子孫ってことか？いや、生き残りの本人そのものさ。しかし、私の目から見ても、女王陛下と変わらぬ年の頃に見えた。おいおいおい！ってことは、星の民は不老不死だってのか？かもしれんな。結局あの方は亡くなってしまったが。その問題はここで悩んでも結論の出るものじゃないわ。だろうな。俺たちには知らねえことが多すぎるし、確かめる術だってありゃしねえ。そんなら今はとにかく進もうぜ。わかんねえこと悩んでたって頭が痛くなっちまうだけだぜ。はい、行くぞ。炎症の風霊よ、我に、はい、よし、よし、
転生をすべし風の力、権限せよ風をエルテーン。たくさんのお花に囲まれてあなたも幸せになあれ。ごめんなさいね。精霊のご加護に感謝します。じゃあ、私もオルキスちゃんのお父さんと同じ星の民なのかな。残念だが、それも違う。ルリア、君は星の民でも空の住人でもない。クロクシ、キレンは先ほどからそう言うが、ルリアの正体も知っているのか。私が知っているのは、ルリアは星の民ではないということだ。これはオルキスの父君から、星の民の生き残り本人から聞いたことだ。間違いはないだろうな。じゃあ私は。私は星の民でもなくて、この世界の人でもなくて、じゃあ私って何なんでしょう。ルリア、確かにお前は誰とも違う異質な存在だ。おそらくは唯一無二の、この世界にたった一つの存在だろう。私は一人ぼっちなんですね。お前は本当にそう思っているのか。え、これだけの仲間に囲まれて一人ぼっちだと。笑わせるな。それとも何か、お前は自分と全く同じ存在が欲しいのか。そんな鏡みたいなやつしかお前は認められないのか。違いますけど、私は一人じゃないんですか。当たり前じゃねえかな。そうだろう。あなんだ。ほう、そうか。やはり貴様はなかなか面白いやつだな。こいつってたまにとんでもなく大胆なこと言うよな。聞いてるこっちが顔を赤くしちまいそうだぜ。ルリア、彼女だけじゃないぞ。私とてもう二度と君のそばを離れるつもりはない。ったく、水くせえじゃねえかよな。そうよ、私たちがいるのに一人ぼっちなんて。今度そんなこと言ったら私怒っちゃうんだから。ありがとう、イオちゃん。でももう大丈夫です。ねえオイゲン、やっぱりあなたの娘さん、私にはそう悪い子に思えないわ。俺もそう思ってるさ。ただあいつは自分をどう思ってるんだろうな。ありがとうございます、クロキシさん。礼を言われる覚えはないが。私にはあります。クロキシさんにお礼を言いたい理由が。それにさっきクロキシさんはちゃんと私を見てくれましたよね。私を通して見る誰かじゃなくて、私自身を見てくれた。それがすっごく嬉しかったんです。たまたま目に入っただけだ。そうなん
んですね。茶番はここまでだ。向こうからゴーレムが近づいてきている。油断していると足元を救われるぞ。我が剣よ。それ、おっと、それ、無駄だ。キュービー様の力、少しだけ見せてあげる。様に捧げる丸が一つ。知らない天下。氷の花と散りゆくがいい。グラシアスナイル。さらばだ。うちの前どうやって。そう広いわけではないんだが、どうにも見つからんな。いっそ二手に分かれた方が賢明か。しらみつぶしに探していけば見つかるとは思うが。黒騎士、一つ私の問いに答えてくれないか。なんだ、もう必要なことはあらかた話したと思うが。では、その必要ないものの話だ。私たちが知る必要のない真実、その話をしよう。なんだと？私は正直に言って今迷っている。私たちは貴殿を信用してもいいのか。カタリナ、俺はいいんじゃないかと思うぜ。信用してもラビ島に来てからこっち、黒騎士は俺たちの知らなかったことをかなり教えてくれたしな。ああ、それは私もそう思う。だがそれだけではないんだ。そうだろ。何が言いたい。貴殿は私たちに嘘ないし、いくつかの真実を意図的に隠している。それは貴様らが知る必要がないから話していないだけだ。本当にそうならどんなにいいだろうな。私も貴殿を信じたいと思っている。だがな、私には私たちに必要のないはずの欠けた真実が気になって仕方がないんだ。無用な好奇心は身を滅ぼすぞ。好奇心じゃない。私には守りたいものがいる。大切な存在がいる。貴殿と同じだ。だから不完全な真実ではダメなんだ。もしここで貴殿を信用し、ルリアに何かあったのなら、私は不完全な真実で妥協した自分を一生許すことができないだろう。分かってもらえないか。アマルティアで貴殿はエルステ帝国皇帝の姿を見たことがないと言ったな。しかし貴殿の話を聞くに、エルステ帝国の前身であるエルステ王国の王族の血筋はもうない。私も姿を見たことはないが、そもそもエルステ帝国には皇帝などいないのではないか。それとも今の皇帝は
最後に残った王族のオルキスではない別の血筋の誰かを立てたものなのか。さあどうだろうな。それだけじゃない。オルキスを元に戻したいという貴殿の目的は聞いたが、貴殿はそれをどうやって成し遂げるつもりなんだ。その方法を私たちはまだ聞いていない。そうだな、確かにまだ私はそれを話していない。じゃあ今ここで話してくれたらカタリナのモヤモヤも晴れるんじゃない？悪いがそれもできない。私の目的は貴様らとのお友達ごっこではないからな。私は私の目的のために己の全てを費やすつもりだ。その邪魔は誰にもさせない。私から言えるのはそれだけだ。私たちは貴殿を信用してもいいのか。それを決めるのは私ではない。それぐらいはわかるだろう。そうだな。気落ちしている場合ではないぞ。まだオルキスは見つかっていないのだ。今しばらく貴様らの力を貸してもらうぞ。キューブ様に捧げる舞が一つ。氷の花と散りゆくがいい。グラシアスネイル、祈る余裕は与えん。ジェネラルブリッド除去終了。いや、それにしてもオルキスちゃんなかなか見つかんねえな。どっかに隠れてやがるのか。オルキスちゃんだけじゃなくて、あの西翔さんも出てこないわよね。まさかとは思うけどよ、もしかしてあいつらこの島には。とにかくもう少し探してみましょうね。